この肖像画の人物は、第二代アナンデール公爵とも、その父である初代アナンデール公爵ともされる。第二代アナンデール公爵、ジェームズ・ジョンストーンは、スコットランド貴族。初代アナンデール公爵、ウィリアム・ジョンストンとソフィア・フェア・ホルムの長男として生まれた。父が、影響力を発揮したことで1708年6月に、ダンフリーズ・シャー選挙区とリンリス号シャー社選挙区で、 庶民委員議員に当選したが、同年12月に、スコットランド貴族の長男に、庶民委員議員を務める権利がないとの裁定が、下されて失職した。その後、家計をめぐって、父との関係が悪化したという。そして、1712年には、父から年金を切られて困窮したため、大倉卿の初代オックスフォードモーティマー伯爵、ロバート・ハーレーに、接近。 1713年2月に代償として、秘密費500ポンドを受け取った。以降も、ハーレーからの資金援助を受け続け、父との関係は悪化の一途をたどり、1716年に、母が死去して1718年に、父が再婚したことで、ほとんど修復不可能となった。ハーレーは1714年8月に罷免されて、失脚したが、その後の数年間ジェームズがどうやって、 資金を苦面したかはほとんど知られていないという。1721年1月14日に父が死去すると、アナンデール公爵の爵位を継承した。その後、1726年10月1日に一旦、爵位と領地を放棄して再助爵され、姉ヘンリエッタがジョンストン家の財産を継承できるようにし、ママ母の子供を財産継承から外した。 1730年2月10日、生涯未婚のままナポリで死去9月25日にウェストミンスター寺院に埋葬された。イボテ・ジョージが爵位を継承した。一方、遺産は姉ヘンリエッタが継承した。ありがとうございます。